だわ。こんにちは、アムルです。妻子さん、5月下旬に友人と行った沖縄3泊4日の格安ツアー。北海道から沖縄への往復の飛行機代、3泊の宿泊費、夕食2回、朝食3回、バス観光3日間全部含んで89,900円、激安。今回も前回に続いてバス観光ツアーでは、本島を南部、中部、北部、中部、南部の順で回りましたが、沖縄観光については分かりやすいように地区ごとにまとめて紹介します。今回の動画は南部編、初日の那覇観光については別動画でまとめていますので、以前アップした場所以外を紹介します。スタートはツアー2日目に行った那覇市にある首里城から。守礼門は1958年に復元されたもの。扁額に書かれた守礼の国は、琉球は礼節を重んずる国という意味。中国風のパイロー形式で建てられています。ここから入ってこちらへ、そのヒャン宇滝石門は1957年に復元され、2000年に世界遺産に登録。琉球石灰岩で作られ、国王が外出する際に安全祈願をした礼拝所。人が通る門ではなく、神への礼拝の門。ここから首里城公園と入っていきます。1429年から1879年まで450年続いた琉球王国。政治、外交、文化の中心として首里城は栄華を誇りました。第一正門にあたる関海門が見えてきました。ここです。この門は1974年に復元、中国皇帝の使者などを歓迎する意味で名付けられました。城門の上に木造の櫓を乗せてあり、両脇に魔除けのシーサー、龍の口から湧水が噴き出している龍飛、王宮の飲料水として使用していました。こちらが第二の門、瑞泉門。1992年に復元、門の手前の龍飛にちなんで名付けられました。双壁の門の上に木造の櫓が乗っている、日本本土でも見られる構造だが、瑞泉という扁額が琉球独特。第三の門、漏刻門のところに来ました。1992年復元で、水時計を意味する門。門の上に水槽を設置し、漏れる水の量で時間を計り、大金を打ち鳴らして時刻を城内外に知らせたそう。漏刻門を出て左手に見晴らしの良い場所、遠くには東シナ海、手前は首里の町並みと城壁、沖縄県立芸術大学が目立ちます。1992年に復元された第4の門、幸福門。別名長宇城とも言われ、建物そのものが門の機能を果たしています。現在は券売所になっています。首里城正殿のウナーに入る最後の門、方針門は1992年復元。横の方には正殿の正面にあった大琉球が展示。これは24年前に撮った焼ける前の正殿。大琉球が両脇に映っていました。方針門の中央は身分の高い人だけが通れる門でしたが、現在はここが復元現場見学の有料入り口となっています。このように歩いてきました。今は中に入ると木材倉庫があり、復元される正殿のイメージ画が描かれています。2019年10月31日、
正殿内部から発生した火事で正殿をはじめとする旧施設が焼失。説明のビデオに合わせて修復工事の様子を見学できます。途中に壊れた瓦や竜の歯、根、鱗など、そして口ひげ。2026年には工事完成予定。新しくできた正殿見たくなりました。上がりのあざなに行ってみます。標高140メートルに築かれた城郭の東端にある物見台、この辺りになります。城外の町や正殿、お内原一帯を眺めることができます。本土のお城とは随分雰囲気が違いますね。首里城を後にしました。日にちが変わってツアー最終日の4日目、聖ファウタキに向かいます。南城市の絶景スポット未来金井橋を通っていきます。遠くに神の島、久高島が見えます。琉球の創世神、天神清が最初に降臨した島とされています。こんな風にぐるっと回っていきます。琉球王国最高の聖地で2000年世界遺産に登録された聖ファウタキ献売所に到着。南城市地域物産館が駐車場兼チケット売り場になっています。ツアーなのでチケット代込みでした。奥の方に那覇で食べた厚焼きポーク卵のお店。物産館からは10分ほど歩かなければいけません。途中にパワースポットらしきこんなお店。あともう少し。遠いにゃ。到着前にトイレがありました。この後はトイレがありません。緑の館聖ファに入館しチケットを出します。こちらでビデオを見ながら説明や注意点を聞きます。ここから聖地へと向かいます。順路に沿っていきます。神聖な祈りの場所なので過度な肌の露出は控える。石や動植物は持ち帰らない。祈りを捧げている人に声をかけたり写真を撮らない。また香炉や壺には触れないなど注意が必要です。橋から見えた神の島、久高島の遊拝所があります。宇多木への参道の入り口、宇城口があり、階段右に6つの航路が置かれています。この先に入れない庶民はここで祈ったのだそうです。道は石畳で滑りやすく、急な傾斜もあるので歩きやすい靴で。琉球国王や聞こえ大君の聖地巡拝地で6つの拝所を参拝したのだが、男子禁制で国王でも女装に改める必要があったそうです。最初の拝所、ウフグーイ、大広間の意味。地図ではこの辺り。祈りの場は石畳、その上には隆起した巨大な岩。ここで聞こえ大君の就任式が行われました。次の拝所へ行く途中に1945年アメリカ軍の艦砲射撃でできた砲弾池。当初は3メートルの穴に水が溜まった状態だったが、今は土砂に埋もれ深さ60センチメートルくらい、カエルやアメンボの住処に。ここに歩いてきました。2番目の拝所、
油印地は台所の意味。調理場ではなく、世界中からの交易品が北条の寄せ満つるところとされている。今度はこっちの方へ。3番目と4番目の廃所は、2本の鍾乳石から滴り落ちる聖水の壺が置かれています。奥が四季田ゆるアマガヌビーの壺、手前がアマダゆるアシカヌビーの壺。溜まった聖水は聞こえ大きみの就任式で使われたり、水の量で占いが行われていたようです。聖水が滴り落ちてきて、近くで見るととても神秘的です。そしてさらに奥へ、三角形の空間の突き当たりが5番目の廃所三宮井。巨石が重なり合ってできたトンネルはセーファウタキのシンボル的存在。現在は立ち入り禁止区域になっています。その右隣、岩の上で見えませんが、6つ目の廃所蝶の花。ここには航路が15個あり、聞こえ大きみが15代続いた証。左側の穴からは久高島が拝めるようです。セーファウタキから物産館の方へ、隣の建物は岩住駅南城。そのまま5、6分歩いて知念岬公園に向かいます。知念体育館の横を通り知念岬公園に到着。沖縄南部最東端にあり、海に突き出た岬丸ごと公園。東屋があったり、遊歩道も完備、久高島も見えます。うわー、綺麗。これでコバルトブルーの海には未練はない。広場にはハートの芝がたくさん、南城市がハートの形をしているからだとか。時間の関係で広場には降りずに、体育館の裏手を回って戻ることにしました。ここには撮影スポットがたくさんあり、ハートの中に久高島が入っていたり、午前は逆光になるので11時から15時くらいに来るのがおすすめとのこと。バナナの木も発見。バスで約40分、最後の観光、豊見城市瀬長島海かじテラスを目指します。周囲は約 1.8km、那覇空港から車で15分くらいのところにある小さなアイランドリゾート。海中道路で本島とつながっています。ちょっと高いところに琉球温泉瀬長島ホテルがあります。海かじテラスは2015年開業、2022年8月リニューアル。飲食店、スイーツショップ、雑貨屋など白壁の約47の店舗が傾斜地に軒を連ねています。世界一美しいと言われるイタリアのアマルフィ海岸をイメージして設計したそうです。帰る前の最終日に綺麗な海を見ることができました。お店に行くのはやめて海の方へ。振り返るとこちらの景色も綺麗です。最後に足湯を目指します。あ、飛行機。
空港に近いもんね。龍神の湯、足湯。地下1000メートルから湧き出す天然温泉で、瀬長島ホテルの温泉と同じ源泉を使用しています。たくさん歩いた疲れが取れました。極楽。いよいよ空港へと向かいます。空港に着いて昼食、麺どころたぬきにしました。妻子さんと優子さん、おすすめの沖縄食材麺を使ったもずく天ざると紅芋天ざるうどんを注文。もずくそばはほのかにもずくを感じられ、紅芋うどんはとってもコシが強い。天ぷらはサクサクでした。食後はいろいろショップを見て歩き、こちらでデザートタイム。雪塩ソフトクリームって何かしら。塩をかけていただくアイス。他にもトッピング素材がいっぱい。きなこ塩をかけて食べてみました。もちろんとってもうまい。長いようであっという間だった3泊4日の沖縄旅行、楽しかった。天気が悪くて綺麗な海があまり見られなかったのが心残り。今回の旅行でもいっぱいお買い物しちゃった。沖縄南部観光いかがでしたか？2年後の復元が楽しみな首里城、神聖な気持ちになれるセーファブ滝、知念岬公園や海かじテラスなど美しい景色を楽しめます。お買い物や沖縄グルメも楽しい4日間でした。最後までご視聴ありがとうございました。コメントもお待ちしております。